真夏の宿場は空虚であった。ただ、目の大きな一匹のハエだけは、薄暗い馬屋の隅の蜘蛛の巣に引っかかると、後足で網を跳ねつつ、しばらくブラブラと揺れていた。と、豆のようにぼたりと落ちた。そうして、馬糞の重みに斜めに突き立っている藁の端から、裸にされた馬の背中まで這い上がった。